で、ここでインテントの話をちょっとします。ちょっと専門用語になりますけど、アクティビティ、つまり画面と画面の間のデータのやり取りについて説明します。4章のインテントの利用なんですけど、ここで説明する内容は、インテントは何かの話と、またアプリケーションの連携をします。で、複数の画面を持つ場合のアプリケーションを明示的にデータの、インテントについてします。また、画面間のデータのやり取りをどうしますか。で、あとはですね、実際 のアプリケーションを利用して、今まで習った概念をちょっと取り入れて、作成していくことになります。で、インテントとは何かということになると思いますけど、基本で2つの役割があります。インテントって言ってるのは、別のアプリケーションやアクティビティを起動するスイッチの役割をしてくれます。もう1つはですね、アクティビティ間にはアプリケーション間でのやり取りをするメッセージの役割、つまりデータのやり取りをしてくれますということで、インテントを発行することでどうなるかというと、アプリケーション内内での画面の遷移をやっている。つまり一つのアプリケーションがあった場合に、今の画面から次の画面を画面の遷移ができますよこと。あとは他のアプリケーションを呼び出すことができます。まあ、イメージ的に説明しますと、アクティビティ、同じアプリケーション内での画面の遷移ができますよこと。もう一つはアプリケーションとアプリケーションを呼び出すことができますよこと。そういう2つの大きな役割をしておりますで、今までのちょっと説明しますと、 iPhone と Android の違いって、大きな違いって言ってるのは、アプリケーションとサービス、つまり iPhone の場合はアプリケーションとサービスが密に連携してます。つまり密に連携してるということは、一箇所変えれば全部変えなきゃいけないですよことになります、サービスを。Android の場合はこういうようにちょっとワンクッション置いてますよね。そうすることによって、柔軟にインテントを開始することによって、ちょっと柔軟さを持たせてます。その分変更があっても、サービスを追加するにしても iPhone よりは楽にはなりますよこと、概念的ですけどね。で、そういうメリットがありますよことは言えます。ただこっちが必ずいいとは言い切れません。場合によっては必ずこっちがあるいい場合もあると思います。で、それは状況によってまた変わる場合もあります。で、複数アプリケーションの連携なんですけど、まあ、ここでインテントの仕組みの強力なメリットって何かというと、ここにもちょっと説明してあるんですけど、連携するアプリケーションを明示的に指定しなくても、その時の状況に応じて最適なアプリケーションを選択できるようにしてくれますよ。どういう意味かというと、じゃあ一つのアプリケーション、つまりこのようなイメージを何とかしようとしてます。まあ猫が寝てますけど、じゃあそれをすると、これをクリックするとどういうイメージかというと、いろんな対応してるアプリケーションが自動的に選択できる状況にしてくれますよ。で、その中でここでイメージを選んだとしましょう。イメージを選んでサイズを変更した場合で、サイズを変更しました。その後に、じゃあまた可能いろんなアプリケーションが登場します。まあ Google プリカとかね、いろんな Facebook とかね。で、今回はこのようなこのイメージを利用して Gmail ボタン選択しますと、自動的にGmail が立ち上がりながら、このイメージ自体を添付しておれます。こういうようなやり方で自動的にアプリケーションが対応してくれる仕組みを持ってますよことのメリットがあります。まあそれは iPhone もやってくれるはずなんですけどね。こういう柔軟さを持たせてあることができます。で、あとは明示的なインテントなんですけど、どういう意味かというと、ここにもインテントには明示的インテントもあるし、暗黙的インテントがあります。で、ここに次に起動するアクティビティを明示的に指定して起動するインテントのことを言います。つまりまずどこを画面遷移するか、ここをどこを指定するかは必ず明示的に指定しなきゃいけませんということを言っています。
で複数画面を専用アプリケーションの場合は複数 の, アクティビティを用意してインテントを使って別のアクティビティを起動した状態に変異します。まあ、そういうやり方もあります。まあ、とにかくは先ほどの説明したように複数の画面でデータをやり取りする場合はインテントに添付してデータを追加することもできます。でまたアクティビティの場合はスタック式にデータを管理してますので、一番先頭につまりフォーグラウンドに表示しているのが一番先頭にいるので、それしか見えない、見える仕組みになってます。後ろに見えないアクティビティは基本的に見えないことになってますので、そうするとスタートアクティビティで見せることができます。でフィニッシュでこれが終わらせますよ、ことこういうスタック形式式でアクティビティを管理してますよ、こと。じゃああとはですね、どういうふうに呼び出すかということなんですけど、これちょっと見てください。まあ、ここからここに画面を遷移してます。遷移するんですが、この値をこっちで今習得してますね。神田太郎だったら神田太郎をこっちデータを習得、じゃあどういうふうに習得することなんですけど、でここちょっと見て、まあオンクリエイト、まあアクティビティを最初に起動されるのがオンクリエイトですよね。でここは無名クラスを利用してます。でここでは午前中に説明した内容なんですけど、その中でじゃあこ のボタンが押された場合にこっちが起動されますけど、その中でこのようにねインテントがありますよね。このインテントに今の現在の画面から Next Activity Class、 つまり Next Activity Class って言ったら次の画面アクティビティです。つまりこういうアクティビティを用意してますんで、こっちを呼んでください、画面を遷移しますって意味合いです。そうするとこの Put Extra がありまして、ここで今データですね、このデータをこのパラメータ引数の名前でセットしてます。でそれでスタートアクティビティで飛ばしてます、インテント。そうするとこっちが呼び出すことになります。そうするとこのページが呼ばれたページはこのページなんで、ここで呼ばれたのはアクティビティなんで最初に呼ばれるメソッドですよね。そうするとゲットインテントでデータを取得します。でそれでパラメータネームでデータを取得しましたら、まあ、ここで表示します。結果的にこっちで入力したデータをこっちで表示しますよ、こと。つまり今の現在のページから次のページのデータの渡し方をインテントを利用して説明してます。であとはですね、今の説明細かい説明なんですけど、あとは何を今ここでは説明したのはスタートアクティビティです。つまりスタートアクティビティっていうのは今取って渡すだけです。じゃあ今回はスタートアクティビティじゃなくてスタートアクティビティフォーリジルトになりまして、これはデータを戻っていきます。そういう戻ってくる値を取得するためにこのようなスタートアクティビティフォーリジルトを利用します。でここで利用することになるんですけど、こういうのがリジャルトセットで引数を渡せば結果が戻ってくることになります。これだとソースコードを見ます、こういうような形で今コーディングをすればデータは基本的に戻ってくる仕組みになる。ちょっとソースコードを見ればちょっと分かると思います。でここですね、この今ちょっとどういうようなプログラムを作るかことになると思いますけど、まずここで作った入力したデータをこのページにこの画面アクティビティですよね、渡します。で渡したらこのページは今同じページなんです。ここでちょっとデータを修正してクリックするとこっちに戻っていきます。そうするとこの結果がこっちに取得できますよ、こと。今はこれを利用して戻り値を取得するアプリケーションを用意してますよ。あとでちょっと簡単に概要しか説明してないんですけど、一回動かしてみてください。もう一つはですね、入力し画面から遷移して内容を見やすく画面を作成します。で多分その前で作成したアプリケーションなんですけど、ここでのデータを次の画面で全部はっきりと表示します。で全部ここで取得した内容をもう次の画面でデータパラメータでデータを取得して表示するやり方で、
今日ここまでなんですけど、あのここは無視していいです。まず簡単に今説明したのが2種類、あのインテント、まあ、今日ここまでですけど、2つをあのインテントについて説明しました。インテントって言ったのは画面から次の画面へデータを渡してます。データの渡し方って2つがありまして、あのただ渡すやり方と、また渡したやり方を戻してくれるやり方、2つについて説明しました。でまず今日ここまでなんですけど、あの3章4章はちょっと似てますんで、あの責任終わったら責任戻っていただきまして、今の課題をちょっとやっていただきます。でやりながらわからないことからその都度声かけてください。今日ここまでなんですが、何かご質問とかありますでしょうか。多分あのないと思いますけど、 なければあの今日ここまでですのでよろしくお願いします。多分シンプルで、あの動かしてみないと多分わからないと思いますので、まず動かしながらあの今のサンプルをとやってみてください。じゃあちょっとあの長くするとあの結構眠くなるかもしれない。じゃあ今日ここまでです。よろしくお願いします。失礼します。